今からね、ちょうど15、6年前に、ちょっと先輩に誘われましてね、焼き物陶芸教室に通い始めたんです。これ月に一遍で、あまりこう、陶芸やらなくて雑談で終わっちゃったりすることもあったんですけどね、私それまでは実はね、焼き物とかね、骨董の類とかほとんど興味なかったんですよ。分かんなかった。だけどね、それを自分で下手くそな、いまだに下手くそなんだけど、作ってくるとね、やっぱり興味が湧きますね。それから同じようなデザインの同じようなものでもね、手びねって手で作ったものとね、機械で作ったものとやっぱり違うんですよね。で、非常にね、むしろ整ってて傷がなくてね、綺麗にできて綺麗な色になってるのはむしろ機械の方に多いんだけど、これ一見してやっぱりこれ機械だって分かっちゃうんですね。だからあまり綺麗に整然とね、間違いなくできるのが必ずしもいいもんじゃないというのがよく分かりますね。手で作るとばらつきもあるしね、色だってみんな違うし、模様だって違うんだけど、そちらの方がよっぽど味があるとかね、いうことが結構あるんでね、難しいですね、面白いですね。からもう一つの趣味はね、子供の頃から音楽が好きでしてね、先進国ヨーロッパの方はね、ほとんど小さな町に行っても毎晩ほとんどこうオペラやってますでしょ。で、そんなのはね、ちょっとの夜抜け出して聴きに行くのが楽しみですね。ただ残念ながら私どもの商売ってのは後進国型なんでね、東南アジアとか中国が多いもんだから、なかなかこれはね、向こうでオペラってわけにいかないんでね、チャンスは多くないんですけどね、やっぱりこれはやっぱそのオペラならではの、その都市ならではの、その劇場ならではの音があるんですね。で、これを聞けるってのはね、非常に、楽しみですよ。